渋谷ジャパンです。こちらを買ってきました。ゾンビブレインジェラチンモールドというものです。海外から取り寄せたんですけど、アマゾンで買って。脳みその形をした、型ですね。でこれ何に使うかっていうと、まあ、ゼリーとかグミとかを作るときにこの中に液を流し込んで、固めるっていう。そうすると脳みその形に出来上がる。まあ、ハロウィンの時期によく使うらしいんだよね、海外で。いろいろと結構グロい感じのゼリーとかグミができるみたいですね。で今回はこれを使って、脳みその形をしたグミを作っていきたいと思います。はい、ということでね、早速作っていきたいと思います。まずはこのボールに、こちらアセロラドリンクを入れていきたいと思います。なんでこれにしたかっていうと、まあ、色がね、赤で脳みそっぽい色だからですね。で甘い味なんでこれにしました。よいしょ。あ、1リットル使い切っちゃった。やべ、これで脳みそ足りるかな。でこれを、レンジで温めていきます。はい、レンジで温めてきました。でこちらに、このゼラチンを入れていきたいと思います。はい、だいたい20袋ぐらいね、入れてます。かなりね固くしたいんで、グミで。さあドバッと、これ全部溶けるかな、大丈夫か。うわ、あ、でも溶けてくれる。で、ここでこいつの登場です。さあちょっと開けていきましょうか。かなりリアルなんですよね。プラスチックよりは柔らかいけど、まあゴム見たく完全にヘナヘナはしてないですね。ここら辺の部位も生々しいよね。ここなんか繋がってるよ。これ流し込んで大丈夫かな。絶対倒れるでしょ。下平らじゃないもん。これこのまま流し込むものなのかな。あれ、こぼれそう。いきます。あ、でも安定はする。お、いいじゃん。ちょうどぐらいだ。ちょうどだ。で、これで、冷凍庫で固めていきます。ということで、こちら、脳みそのグミが完成しました。今ね、冷凍庫から取り出したばっかり、ちょっとね、霜が乗ってるんだけど、これ、ちゃんと取れますね。で、感触としてはもう弾力すごい。もうグミですね、これ。味はどうなのか気になりますね。はい。じゃあ、早速、取っていきたいと思います。あ、上の霜が、まず取れますね。これ、いけんのかな？このままいけんのかな？どう取りゃいいんだ、これ。全然取れないじゃん。ちょっとずつ剥がしていくのかな？うわ、硬っ。どう取りゃいいんだ。お、取れそう。よいしょ。手を突っ込んで、さあ、来ました。よいしょ、来たー、すげえ。ちょっとね、ナイフがなかったから包丁で切ります。なんかすごいグロい絵になっちゃうけどね。さあ、ちょっと真ん中割ってみよっか。まあ、グミって硬いよね。うわ、硬い。こ、手で押さえよう。さあ、切れました。はい。まあ、断面はもう、ああ、グミですね。ちょっともう、かぶりつきたいと思います。飛び出てるとこかぶりつくわ。味は美味しいと思うんだよな。あ、ちょっと味が薄いね。やっぱもっと砂糖入れてよかったんだ。ただ、アセロラの味がすごいっす。なんか気持ち悪い。うわ、なんだろう。気分は嫌だな。気分は盛り上がらないな。ということでね、今回は、脳みそのグミを作ってみました。この容器はね、Amazon で売ってるんで、ぜひぜひ興味ある人は買ってみちゃってください。まあ面白いと思ったらね、ぜひぜひチャンネル登録、それからグッドボタンお願いします。脳とは言わせませんよ。なんか違うな。